収集車で回収したゴミはどこへ行くのかご存知ですか？実はゴミの種類ごとにゴミの行き先はいろいろあるんです。今日はとある商業施設で回収した生ゴミの行方を追ってゴミツアーに出かけてみましょう。今日はリストのドライバーの小島さんにお願いして特別にパッカー車に乗せてもらうんだ。段差があるから気をつけてね。小島さん、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。わあ、パッカー車の座席って高いんだね。これは反転掃除付きのゴミ収集車です。袋を一つ一つ手積みせずにコンテナに入れたゴミをまとめてゴミ収集車に放り込みます。ゴミ袋から液漏れした汚水などで集積場所が汚れるのを防ぎます。ガッチャンコ面白いな。ゴミ箱をひっくり返してるみたいだね。今投入しているのは可燃ゴミです。このゴミは立川市の清掃工場へ運ばれます。わあ、終わった終わった。生ゴミの回収が残ってたっけ。回収したゴミに合わせて行き先が違うのです。例えばプラスチックのゴミなどはリストの工場で焼却します。では生ゴミはどこへ運ばれるのでしょう。あれ、国立リスト工場へ運ぶんじゃないんだ。どこに行くんだろう。ねえ小島さん、そろそろ教えてよ。パッカー車に積んだ生ゴミをどこに持っていくの。これから向かう場所は生ゴミからエネルギーを作ってる場所だよ。エネルギー？どういうこと？あれ、ここがゴミツアーの目的地？でも、ここはどこだ？こちらのバイオエナジーさんは食品廃棄物をメタン発酵させ発生したバイオガスを燃料として
電気や都市ガスを作っている会社です。今朝回収した生ゴミはここで下ろすのか。うわぁ、床が開いたぞ。自然界に存在する微生物の働きで食品廃棄物を分解、メタンガスを主成分とするバイオガスを発生させます。そしてそのバイオガスをガスエンジンで発電し、電気と熱のエネルギーを生み出し、さらに都市ガス生成設備で都市ガスを作るのです。これが生ゴミからエネルギーを生み出すリサイクル技術です。今日は商業施設から出た生ゴミの行方を追ってみました。家庭から出るゴミと事業者から出る産業廃棄物を合わせると年間4億トン以上にもなるんだって。これは東京ドームで1100倍以上、すごい量だね。このゴミを全部地面に埋めていたら、やがてゴミを埋める場所がなくなってしまうよね。ゴミは燃やすことで量をうんと
小さくすることができるんだ。だから日本ではほとんどのゴミは燃やしている。それでも燃やしてゴミがゼロになるってわけじゃない。燃え残った灰は地面に埋めることになる。この灰の量を少しでも減らしていくことが大切だよね。バイオガスのようにゴミをエネルギーに変える技術は地球のためにもなるし、きっと未来につながるね。ゴミを処分したいというお客様に焼却以外の方法もあるってことをきちんとご案内することもリストの役割です。ゴミのことで困ったらリストへ、ゴミのことで悩んだらリストへ、よろしくお願いします。国立リストチャンネルでは産業廃棄物の話以外にも、国立市にお住まいの方にとって役立つゴミ情報もお伝えしたいと思っております。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。